こんにちは、ダイスです。今回は星7の最強魔法師レイド攻略でバイオレット限定のソーブレイズの立ち回り方をご紹介していきたいと思います。別の動画でスカーレット限定のグレーンアルマは立ち回り方法をやっていますので、そちらも気になる方は見ていただけると嬉しいです。ということで早速立ち回り方お話ししながら実際にやってみたいと思います。個人的にはグレーンアルマの方が簡単かなと思うんですが、ソーブレイズもそんなに難しくはないので、バイオレット限定の方にはおすすめかと思います。まずソーブレイズの場合です。攻撃物理型になりますので、一番最初の2ターンは剣の舞を積んでいきます。ここで積まないと他で積む余裕がなさそうなので、最初に2回剣の舞を積んでください。もしこのターンでサイコキネシスの攻撃に特防を下げる効果がついてしまった時にはやり直しをしてください。剣の舞2回積んでもサイコキネシスが2回当たるぐらいだったらまだいけます。3ターン目は無念の剣をしてHP の回復をしていきます。はい、2回サイコキネシス当たってますが余裕で耐えられてますね。これで無念の剣をすることで HP を回復する、プラステラスタルできるようなターンを作っていくという効果にしています。テラスタルのオーブがここで奪われますが気にせず続けてください。3ターン目はまた剣の舞です。これで剣の舞が3回最大まで積み終わるという感じです。はい、積み終わりました。今回画面が遠いのが一番手前にポケモンが見えないところにいるからという感じになっています。私も誰がここにいたのかよく分かりませんでした。続いて剣の前を3回積み終わったら無念の剣を連打してテラスタルできるようにしていきます。途中でテラスタルが溜まったら必ず炎テラスタルでテラスタルをして、また剣の舞をずっと連打していってください。剣の舞を3回した後無念の剣をテラスタルして1回打てば魔法使のバリアが壊れるようになっていますので、そうなると思っていてください。で、勝負はそこからという感じです。一応データチェックというかしていたんですけど、何回かやってみた結果なんですが、この立ち回りが一番安定したので一応ご紹介という感じになっています。もしかしたら他の立ち回り方もあるかもしれないです。はい、これでテラスタルができるようになったので、テラスタルしてから再び無念の剣を選択して連打していきます。剣の前3回で能力値の攻撃を全部アップにしている状態で無念の剣をしてしまうと、この状態のバリアは全部壊れるようになってます。結構な長さ壊れてくれるのでかなり楽です。はい、壊れました。これでマホクシーの HP は半分ぐらいです。で、ここからバリアが割れて、でその後ステータスの変化、特性の効果かき消しが入ります。これが入った後にだいたいマジックルームとか悪巧みとかしてくるんですけど、この後のターンはにらみつけるを1回から2回やっていきます。本当は剣の前にしたかったんですが、マジックルームの効果もあって、まあ、どっちでもいいかなと思ったんですよね。一応クリアスモークも入れてきたんですが、魔法使自体の能力値を下げる効果なので今回はね下げずにいってます。まあ、悪巧みが積まれちゃってるっていう状態だったら下げようと思ったんですけど、特に下げる必要がなかったのでにらみつけて魔法使の防御を2段階ずつ下げていきました。結構これ何回かやってみたんですけど、にらみつける2回連続で当てられるので皆さんいけることの方が多いんじゃないかなと思います。そしたらここからは無念の剣です。連打をしていって途中悪巧みとか入ったりとかするので倒れてしまうターンも出てきます。出てくるんですけど、1回倒されたぐらいだったらソーブレイズはそのまま勝てますので気にせず続けてください。
どうしても悪巧みをされてからのサイコキネス、これがね痛いんですよね。1回だったら余裕で耐えられるんですけど、2回連続で撃たれたりっていうことがあります。ちなみに後半は意外と大文字撃ってくれたりとかもしているので、この技がソーブレイスの場合もらい火の効果で効果が上がるのでプラスで削れるようになっています。なので剣の舞ではなくてにらみつけるを選択しています。はい、これサイキネスです。1回目で、なぜかここ2連だったんですよね。たまにあるんですけど2連でも残るんですよね。で、先打ちができればよかったんですけど、これ間違えて私癒しのエールをかけてます。多分なんですけど先打ちができるはずなので無念の剣の選択にしてください。これはねミスりました。ただ倒れてしまっても倒せるので大丈夫ということでこの動画を採用しました。ちなみに間違えずにそのまま無念の剣を打った時にはマホクシーよりもソーブレイズの方が先に技の攻撃が打てるので回復できました。はい、これはねだいぶやらかしたなというところですね。まあ、こんな感じで倒れちゃっても、まあ、時間的の余裕もありますし、テラスタルがなくてもバリアが割れた後だったら周りのポケモンたちもにらみつけるで下げているので物理系の子で意外と削ってくれます。なので大丈夫という感じになっています。はい、以上がソーブレイズの立ち回り方です。途中癒しのエルで間違っているものですみません。結構簡単に回せるのでバイオレット限定で遊んでいる方でグレーンアルマの用意がないなっていう方はソーブレイズもおすすめなのでやってみてください。それでは今回私が利用したソーブレイズ能力値等を見ていきたいと思います。実は2体目の育成を今回してみました。今まで HP と攻撃に250に振ってる子で使ってたんですけど、今回はメトロノームを持たせて特防と攻撃に252、残りの4を HP に振るという方で作り直しました。こっちの方が安定します。 HP252、攻撃252、特防4の方でもいけるんですけど、結構ね、倒されるっていう場合が多いです。でこの特防に振っている方の方が倒される回数が少なかったのでこちらがおすすめという感じです。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!